角田信明角田信明は、日本の空手や、ボディービルダー。制度会館最高師範、K1 競技統括プロデューサー。タレント、俳優、歌手としても活動している。血液型は AB 型。大阪府堺市出身、大阪市在住。奈良県立伊駒高等学校、関西外国語大学外国語学部英米語学科卒業。娘に、 熊本県高森町を拠点に活動する、ご当地アイドル、酒かすガールズのメンバーである、角田ゆりアがいる。中学時代に、少林寺憲法を学び、二眼を取得。その後、高校二年の時に、極真空手のあわら道場ならし部入門。関西外国語大学進学後、兄弟子、石井和義の独立を支える。大学では、実践空手道公会の首相を務める。 大学卒業後、不動産会社の社員やラーメン屋の店員として働きながら、青度会館神戸支部長として空手を続ける。その後、神戸支部長の座を後輩に譲り、本部道場の職員となり、市販代となった。1991年12月7日には、総合格闘技団体リングスに参戦。ヘルマン・レンティングと対戦し、引き分け、 その後も1993年7月13日の大会まで継続的に参戦した。空手家としては1993年に空手ワールドカップにおいて負けたら引退ということをかけてマイケル・トンプソンに挑むが後ろ回しげりにて一本負けを喫した。この時に現役を引退すると会場で告げた。1995年7月16日に K1 レジェンド 小の上算戦にて、現役復帰し、小勝ち。1998年3月22日、愛知県体育館における新日本プロレスの興行で、引退試合を2週間後に控えたアントニオ猪木と、公開スパースパーリングを行った。2001年、株式会社スーパーエージェントとマネジメント契約。2001年4月より、山川エリカと共に、NHK の 天才テレビ君ワイドの司会者に就任。なお角田は同番組において初めてお笑いタレント以外から起用された男性司会者となった。K1 選手としては2003年5月3日に行われた K1 ワールド GP2003 in LAS ベイグスの武蔵戦をもって2度目の現役引退。2004年7月7日、K1 ワールド MAX2004 世界一。 決定トーナメントで、決勝戦で、マサト VS、ブアカオポー。プラムックにて、3R に、マサトが、フラフラの状態で戦っているほど不利な、試合展開だったにもかかわらず、3R 終了時点で、ジャッジ中川圭介とジャッジ、大勢敦紙が、マシャとの負けではなくドローの採点をしたことで K1 に、批判が殺到したため、角田は、 試合後の競技役員による検証を待つまでもなく、この判定がミスジャジングであることは明らかで、本戦終了時点で、ブアカーを選手が試合を支配し、勝者となるべきであって、延長戦は行う、必要のないものであったと認識しております。と語り、大会終了後の7月9日に2名のジャジと共に、競技統括プロデューサーとして、責任を負う形で処分を受けた。 2005年3月19日に行われた K1 ワールド GP2005 インソルで2回目の現役復帰。明け物と対戦し、2度のダウンを奪われ判定負け。2005年5月27日、K1 ワールド GP2005 インパリにてマーベリックと対戦し、右フックで 1RKO 勝ち。2009年10月26日、K1 ワールド MAX2009 ワールド。 チャンピオンシップトーナメントファイナルのアルバート・クラウス VS、武田構造のレフェリーを務めた際に、ストップの遅さが物議を醸し、11月13日、レフェリーの判断と一般の視聴者の方、観客の方が考えるダメージに大きく、隔たりがあり、混乱をきたしたとして角田自らが業務自粛を申し出て、11月11日付で3ヶ月の業務停止処分を受けた。 2017年1月、松本人志との長年の誤解男とアップしたブログが原因で逆に批判を受け、公での活動を控えていたが、9月に出演する舞台、北斗の剣、世紀末雑魚伝説マイナスで出直しを誓った。2015年9月26日グアムで行われた日本グアム神前ボディビル選手権に出場、男子ボディビルミドル級では優勝。 マスタークラスでは3位の成績を収めた。2016年7月10日、2016年ボディビルフィットネス選手権大会に出場し、トータルで3冠を達成した。2016年9月18日、第28回日本マスターズ選手権大会の男子マスターズ50歳以上級75キロ超級に出場し、準優勝を果たした。二千七年八月十二日に、 パチンコ、CR 花の刑事雲の彼方にマイナスの主題歌、歌舞伎社連歌をソロで歌い、発売した。このパチンコがヒットし、CR 花の刑事残、CR 花の刑事愛も開発され、それぞれで、角田がオリジナル新曲を歌っている。2010年9月、大阪小竹座の舞台、花の武将前田刑事に、三條道及び役で出演した。 K1 早々期からレフェリーを務めており、K1 競技統括プロデューサーも兼任していたが、疑問視されるレフェリングもある。ネバダ州、アスレチックコミッションは角田に対して、レフェリーライセンスの発行停止処分を下している。武田 VS、クラウス戦へのファンの批判や意見により、2009年11月13日、角田自らが K1 を運営する、フェグに対して、業務自粛を申し出て、 11月11日付で K1 の競技統括として3ヶ月の業務停止となった。同日に角田はブログにて自分のレフェリングは格好たる信念と経験に基づいたものであるという自負を持っています。僕はあれをミスレフェリングだなどとはこれっぽっちも思っていません。年内の GP 決勝や大晦日という重要なイベントを残した上で、 あえてこのような申し入れを K1 に対して言ったので、あって一方的に処分が下されたわけではありませんので、ご心配なく、と表明した。この件に関して、武田構造は自身のブログで、角田さんがご自身で受け入れられた処分について非常に残念に思います。そして大変申し訳なく思います。先日、セコンドの復活が、 皆様にお伝えしたように、私は角田さんのレフリングに命を預け、角田さんは全てを守ってくださいました。格闘家に命を懸けて生きてきた者として、キックボクサーとして、プロの格闘家として、最後の試合を角田さんのような偉大なレフリーに裁いていただけたことを本当に誇りに思います。角田さん、多大なるご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ありません。 角田さんのリフリングがあったからこそ、格闘家としての自分に、晴れやかな気持ちで幕を下ろせました。本当にありがとうございました。そして皆様、私、武田構造の最後のリングで、格闘家として、命のギリギリで戦ってきたものにしかわからない空間の中で、私の体と誇りを守りながらも、できる限り戦わせてくださり、最高のものにしてくださったのは、 皆様ご存知の通り角田さんです。プロ格闘家として、レフリーとして、リングで戦う私の安全を守ってくださった角田さんをご理解いただければと思っております。と語っている。この問題は、選手の気持ちを取るか安全性を取るか、今なお意見が分かれている。おは、数え歌マッスルビートケロ。と、マーチケロ、ーマーチソラミミングリッシュであります。歌舞伎者連歌。 歓迎よっしゃあ歓歌修羅の果てまでも、義阜堂々。戦の道節の花、花の刑事官たちのメドレーごっあんです。絆歌恋も喧嘩も、花と酒稼げ。ジャリンコヒーロー空へ、春夏秋冬流れ歌歌舞伎狂い歌我が双最後の、人花希望のし立ち上がれ日本ありがとうございます。